どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレールのガズでございます。本日もこの G ラボのブラックビューティーモデルとシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレソプラノサイズ、はい、この初めてウクレレ例えば Amazon でですね即発送になっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。こんな感じで調べていただくと出てくると思います。はい、今日もレッスン入っていきましょう。今秋真っ盛りで紅葉もいい感じになってきてる今の時期、歌いたい童謡真っ赤な秋お届けしたいと思います。この真っ赤な秋はですねガズレレで過去にね取り上げているんですけど、今もう一度2022年改訂版としてさらに分かりやすく優しくいい感じになったバージョンで取り上げていきたいと思います。ゆっくり奏でていきましょう。初心者さんにおすすめ入門コードは5つです。簡単バージョン5つ、これは簡単にできる、まあ、ゆっくりなんでね、これはもうこの山をね、私今撮影しているところから紅葉が見えてですね、こういうの見ながらやるともう本当かなりいい感じですので、ぜひ皆さん取り組んでいってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。でも音楽って難しそうだな、私にできるかな、私音楽ねやったことあるんだけどもう無理でしたみたいな方、そんなあなたもあっという間に今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルのやり方だったら本当びっくりするぐらい世界一簡単なウクレレ教室になってますね。すぐできます。もうちょっとしたらですね、この辺にリンクを貼るんですけど、このリンク先にジャンプしてもらって上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで本当に誰でもあっという間です。もうこのガズレレ YouTube チャンネル17万人以上の方がもうワイワイ音楽楽しんでおられますからね、皆さん不器用な方でも全然できます。はい、じゃあ行きますよ。このリンクここに行ってくださいね。こっから始まります。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにアレンジしているレッスン課題曲、もうすでに1900曲ぐらいあると思います、皆さんの好きな曲もきっとあると思うんですけど、こんな感じでですね、皆がやりたい曲とスペースガズレレというふうに YouTube で検索していただくとですね、かなり出てくるんじゃないかなというふうに思われますので、やっぱどうせなんだ好きな曲で練習した方がいいと思いますから、さあやっていきましょう。今この紅葉の時期に思いっきり歌いたい曲、ゆっくりですからね、はい、シンプル簡単バージョンで真っ赤な秋やってみる。ドゥ
真っ赤な秋ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。素晴らしいメロディーライン、ほっこりしますね。秋になるとこの歌、やっぱ紅葉がね綺麗じゃないですか。あれを見ると真っ赤だなって思わずこうドライブとかしながらね出てきちゃいますよね。はい、これはもう歌を覚える必要ないかなって感じがするんですけどね。これウクレレで弾くっていうのがキーポイントですからね、取り組んでいきましょう。で今聴いていただいて分かったと思うんですけど、今2番までやって最後のエンディングをつけたという感じなんですけど、本来3番までなんですね。で3番まで私やりたいという方安心してください。今のコード一緒なんで3番の歌詞を加えて自分でオリジナルの楽譜を作っちゃったらすぐできると思いますが、まずはですね今のガズレレバージョンで練習していってください。ガズレレの動画には歌詞とコード出てますんで、動画を見ながら一緒に合わせてもらってですね、ゆっくり読んですぐできると思います。はい、まずね1個目のゴール設定としてはガズさんの今の簡単バージョンに合わせて演奏できたら1個目のゴール達成おめでとうございます。そこまでできるようになったから次はねどんどん次のステップいきましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに皆さん一人だけで歌って、演奏してリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、これ歌は覚えてて としてもですねコードを結構覚えるのって難しいと思うんですよね。だからやっぱり最初のうちは楽譜を見て練習するのがいいと思います。楽譜見ながら何回も何回もやってるうちにすぐ覚えちゃいますから、紅葉を見ながら真っ赤だなってこうどんどん歌っていく、いずれはの楽譜を見ずに、ね、歌えるのがいいと思います。簡単曲ですのでぜひ取り組んでみてください。でも楽譜ってどこにあるんだろうという声が聞こえてきそうですけど安心してください。今のガズの演奏はですね、はい、このガズのノート、これを見ながら演奏していきました。はい、2022年改訂版、もうちょっとしたらね画面に大きくしてみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利サービスこれが始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた真っ赤な秋を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から皆さんがこの曲やりたいな、この曲が憧れの曲を見たら選んでいただいて、毎月5曲お手元にデジタルデータとして即座にダウンロードしていただいて練習開始できるよという画期的なサービスなんです。そして、ね、このガズクラブは、このね楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加があるもう楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもって楽しむやつ、これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょう。はい、ものすごい充実しててね。でそこではね Facebook のね非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。でこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でねメンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で毎週2回の、まあ毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですからお勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですねこれやってます、ラジオ放送ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで毎朝7時半から365日無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっと、ね、ぜひね見てみてください。さあそれでは楽譜見ていきましょう。2022年改訂版の真っ赤な秋、はい、シンプルなコードで、進行していくんですけど、伸ばすとかねこういうところちょっと見ておいてください。でちょっと見てもらいたいのここね、真っ赤だなって、これ G7 一回弾いて伸ばす、ここね可愛いでしょ。じゃんじゃんじゃーんじゃんじゃんじゃん、これ演奏見てもらったら分かると思います。はい、でねここくるっと囲ってる、ここ Dm って書いてあったり、ちょっとこの辺もコード結構変わってるんですよね。ここ下に書いてあるのは、かっこいいバージョンということで、コードちょっと変わってますからね。ここはシンプルバージョンと簡単バージョンと、そのこれからやるかっこいいバージョンでコードにねちょっと、ね、変化があります。かっこいいバージョンの方が、やっぱりコードの響きはいいんですけど、ちょっとね初心者の方難しいコードも出てくるかなということで、もう徹底的に簡単版としては簡単にこだわっております。唯一この D7 が出てくるくらいかな、基本コード以外には。はい、こんな感じで写しとくので皆さん一時停止して、書き出してください。いいかな、シンプルで、今紹介させてもらったガズクラブでね、この楽譜をそのままでデジタルデータでガズのノートをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効ですよ。ガズのノートの特徴はここ点があるでしょ、真っ赤だな、うん真っ赤だ、これがリズムになってます。ツタの葉っぱは、まあでもこの曲はね、なかなかもうみんな歌えるでしょうからね。でもこういうところですごくヒントが詰まってるんで、ガズクラブでこの楽譜を落とすのもめちゃくちゃおすすめです。はい、1番が終わったら、今度2番ですね。コード進行全く一緒です。で、変化としてはですね、この真っ赤な秋に呼びかけている、ここ、かける2でしょ。
最後ここ2回やってこれエンディングとしています。こんな感じの、ね、構成になっています。はい、出てくるコードちょっと赤く囲ってるのはひとまず隠しておいて、今やった簡単版この5つ CAmFG7D7 という入門コードです。これめちゃくちゃ簡単なんですけど、ちなみに今隠してたこっちかっこいいバージョンのこの2個が加わるんですが、これもね入門コードのグループなんですよ。今日だから全部ねあのかっこいいバージョンを含めても簡単入門コードのグループです。これ今映ってるコードは全部このグループの仲間うち、ガズレレ必須コード、このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このウクレレ音楽始めた人に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ、10個もあるのと思うかもしれないんですけど、入門コードだからね1個ずつ見たらめちゃ簡単だけど、頭ねこれね頭整理がなかなかつかないんですよ。初心者とか10個いっぺんにポッと覚えようと思うと、押さえてる場所とコードの名前とかごちゃごちゃになるんで、そこで私が皆さんのためにめちゃくちゃ頭にスイスイ覚えられちゃういい動画撮ってます。解説動画、このコードガズレリースコード10個はこの動画見たらね面白いように覚えられるんで覚えちゃってください。今日はそのうちのだから1,2,3,4,5,6,7個でできるよ。かっこいいバージョン含めね、今のシンプル簡単バージョンは5つですけどね。はい、やっていきますということでございます。さあ、今のはね、もうすぐにできると思いますよ。ゆっくりやれば大丈夫です。はい。だけど、ただできた、できないじゃなくて、心を込めてくださいよ。歌はね、感情表現、弾き語りとか音楽って感情が乗ってなかったらね、なんか、ほんとね、なんか中身がない感じがするんで、やっぱり真っ赤だなって思いながらその曲を歌う。これが大事だと思います。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはさっき言ったみたいに、コードがちょっとね、増えますよと。響きがいいコード増えますよということで。で、弾き方なんですけど、これはね、いろいろ考えられるんですけど、今の4つ弾きでも十分ね、素敵ですけど、やっぱりこうつまびく感じ、秋をこう感じながらね、しっとりとこう弾きたい。アルペジオという弾き方でいこうと思います。このアルペジオの弾き方ってこういう感じ。いいでしょ、これゆったりした感じ。分散和音とも言いますけどね。はい。このアルペジオの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレのホームページの一番。その中に、アルペジオの濃厚解説レッスン動画もアップロードされております。これね、すごいわかりやすい動画になってますね。そこで勉強してもらいたいんですけど、すぐ弾けます。弾けるは弾けるんですけど、リズムを安定させて一緒に気持ちを込めて歌うっていうところになると、やっぱりゴーッとねハードルは上がるんで、まず経験値が必要だと思うんですけど、弾くこと自体はそんなに難しくないと思うんで、優しくねバチバチこう、激しくなっちゃダメですよ。優しく弾いてあげてください。アルペジオで優しく弾くバージョンでやってみようと思います。真っ赤だな真っ赤だな伸ばすところは親指を使うとね結構いいかなと思いますね。ちょっとやってみます。せーの、真っ赤だな、だトロロとろかす感じ、とろろかす感じ、たまに伸ばすってとこあるんだけど、親指でね斜めに使ってこうドロロンってこうとろけるような感じで伸ばすとすごくいいと思います。でこの曲はもう最初から最後までずっとね淡々とアルペジオでこう弾き紡いでいく、そんな風に、弾くのがかっこいいんじゃないかなと思って、独自にねガズレレでアレンジしております。それこそこうね紅葉を見つめながら、歌う、夕日を眺めながら歌う、感情を込めて歌っていきましょう。じゃあかっこいいバージョンいきますよ。アルペジオバージョンです。真っ赤な秋ガズレレかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ねI'm not afraid of the dark.
真っ赤な秋、今まさに歌いたい秋の名曲、もうこれは世代を超えてもうね盛り上がって歌える曲だと思いますんでね、ゆったり気分で歌っていきましょう。さあ、ご案内です。今この本も発売になってますよ。はい、ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室ガズピアノもやってます。この本とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひあのインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね。こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部であの売れてると思います。もうそのものすごいベストセラーです。なんでかというと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではこうありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さーっと話したので、ね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね聞くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。